黒い霧、ロップ門から出てるのか。あれはいけないものだ。いけないもの？どういうこと？わからないけど、とにかく嫌な感じだぞ。とにかく修二さんを止めないと。みんなで抑え込んで。てめえ、修二！このボケが！リョウが修二さんを殴った！リョウまでおかしくなっちまったのか？いや、ちょっと様子を見よう。てめえ修二、ふざけんじゃねえぞ。お前にロップも傷つける資格あんのか？何が？見ろよ、ロップモンの姿を。お前を探してボロボロになって、助けに来たらそのお前に傷つけられて。シュージこいつはお前のために頑張ってんだぞ。それをお前が認めてやんねえでどうすんだ。僕のために？そんな、でも僕は。僕は僕はって自分のことばっかりかよ。顔を上げて周り見てみろ。お前らには俺らがいる、仲間がいる、何よりロップモンがいるだろ。僕は何を。はい、そこまでよ。気にも。くだらない茶番はおしまい。もう飽きちゃったからとっとと消えてくれる？てめえは、てめえだけは。よう！お前遅えんだよ。いやー、リョウパイセンの熱いセリフに聞き惚れちゃっててさ。茶化さないの。リョウくん、いい言葉だったと思うわ。うん、きっと修二さんに届いたよ。修二は、まだ戦えねえな。うちらだけでも十分だよ。ああ、うっとうしい。もう茶番はおしまいって言ったでしょ。メガシードラモン。うむ、出番か。大事な生贄だからね。殺さない程度に遊んであげてちょうだい。よかろう。リョウ、行こう。ああ、僕も女だけは絶対許さねえ。やるぞ、クネモン。僕はなんてこと。修二、僕
司の役に立てた。お前僕にこんな目に遭わされてまだそんなことを。修士、ロップも本当にすまなかった。役立たずは僕の方だった。僕は君がまるで僕のように見えて自分の弱さを見せつけられているようで辛かった。でも君は僕なんかよりよほど強い。だって僕を助けに来てくれたんだから。よかった、修士に褒めてもらえた。ロップも僕はずっと褒めてほしかったけど、今はそんなことどうでもいい。みんなを守りたい、助けたい。僕は君の期待に応えたい。君が誇れる僕でありたい。君の努力に報いる僕でありたい。誰かに褒められたいからじゃなく、僕自身が後悔しないために。ロップも力を貸してくれ。ロップもしっかりして治療しないと。大丈夫だよ修士、見てて。ロップも進化。トゥルイエモン、修士の強い思いのおかげで僕トゥルイエモンに進化できたんだ。トゥルイエモン、さあ行こう修士。修士にもらった力見せてあげるよ。今度は僕たちの番だアグモン。助けたい。感じるよ、二人を思う、タクマの強い気持ちを。そして、修士さんの心をもてあそんだあいつ、湧き立つ気持ちを僕らもぶつけてやる。体勢を立て直さないと。覚えてなさいよあんたたち。修士、修士さん。あれ すまない体に力が入らなくて。緊張が解けたんですね。大丈夫です、今は休んでください。ロップもありがとう、頑張ったな。うん、シュージもお疲れ様。君にねぎらわれるとたまらなく嬉しいな。何涙ぐんでんだよ、情けねえ。リョウ、お前がビシッと締めねえでどうすんだよ。いいだ、
はあ、君は本当に口が悪いな。そういうところはきっちり指導するからな、リーダーとして。ちった言うじゃねえ。え、なになに、なんか笑いながら口喧嘩してる。なんだか怖いわ。いや、これは男同士の友情だな。ああ、間違いねえ。は？意味わかんない、気持ち悪。おい、ミユ。みんな、霧だ。え、嘘。ち、こっちは疲れてるってのによ。慌てちゃダメだ。まずは落ち着いて状況確認。な、悠長なことしてる場合かって言ってる間にもう囲まれてんぞ。おいおいおい、やばい、どんどん霧が濃くなってく。いや、来ないで。ミュー、くそ。どうしたら、どうしたらいいの。君たち、こっちだ。教授、生きてたんだ。ああ、よかった。心配をかけたようだね。だが今はとにかく急いでくれ。一刻も早くここから逃げなければ。説明したいのは山々だが、すべて後だ。さあ、早く。みんな、行こう。こっち。